ファンの方から自宅にですねプレゼントもらうようなことがあったとしたら完全にうちの住所バレてますので、ただね昔からですね見バレしまくってるんですよ。ちょっと某横須賀時代にですねマンションの方からねちょっとだけですけども落っこっちゃったりとかして、観光スポット化した状態になってる。タクシーの運転手がね、あいいよっつって、ボスからマンションだろみたいな、あっこから落っこったんだよあいつは